はい、温泉娘湯の花コレクションガチャをやっていきたいと思います。まず1回ガチャというのがあるんですよね。あ、こちらもあるんだ。まあ、これは無料なんでしゃあないですね。さあ、サイリウムをゲットです。さあ、娘が来るのかな？超探偵泉だよ。趣味は可愛い女の子にいたずらすること。お。え？勇者も？私たち気が合うかもね。定山渓だ。CV 小野崎。おっと、ないんだ。そしてですね、この1回ガチャも引けます。これなんだろう。お？万座。SR だ。いきなり来た。なんかどれ選んでも一緒なような気はしますよね。こちら水着があるけど。入刀か。得意上辺赤い方ですね。これは新しいんだ。お、なんか今までの温泉娘と違う。北郷温泉の温娘、北郷好みと申します。ごめんなさい、知らない人が苦手で。なるほど。さて、こちらの方をやってみますかね。アイドルグランプリナンバーワンガチャ。なんか水着銀ちゃん小雪とかいますよね。さあ、何が来るかな？ SR かな？SR 万座。お。いいですね。これは初めてじゃないってことかな。お、なんか来た。お。入刀がさらに。嬉しいよがまた定山渓指宿。今度着任したスカユってこれ3ヶ湯だと思ってましたね。スカイ、青森県ですね。さあ、また、この高級なものが来たよ。すごい突き出てますよね。これが、あたり。ここへ注目しておきたいのは SR で、得意上限が解放された音声娘が2人いるってことですね。これは有利に運ぶんじゃないかなと思います。結構特技強化できてる音声娘って強いんですよね。おっと。5人もか。ただ、できれば、こちらの方を優先させたいですよね。これで入刀が特異10になりました。かなり今後占う見て意味があるんじゃないかなと思います。お、結構やばいな。これで、ユニット編成がまた変わるかもしれません。嬉野が、そうか、2つあるんだな。入刀いる？いますね。あ、いるんだけど、この頭巾の乳頭温泉、強化できないのかな？できるね。やっときましょう。お、コスプレ好きなんですね。さあ、お金足りるかな？あ、足りますね。これで32まで上がった。娘を連れてきたのじゃな。今日のレッスンは良かったな。れですよ。誰かにアドバイスを聞きに行ったりすると、たまにように燃え上がって盛り上げるのだ。体力不足ですよね。勇者さん、お知らせですよ。はい、というわけで結構強力になったかと思います。楽しみにしたいと思います。ランクも33に上がりましたんで、今後、歌合戦なんかで、どんどん勝てていけたらいいなと思います。本日はですね、ガチャと、それに伴うユニットの再編成を行ってみました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。